何かご用でしょうか。嬉しそうですね。ご用でしょうか。今週はレースがあります。まずまずでしょうか。元気いっぱいです。何かご用でしょうか。ただいまより投票受付を開始します。さあ、12頭のゲテンが完了しました。体制完了。マーチステークス 1800m、 まずまず揃って飛び出しました。果たして何が行くのでありましょうか。オルレアン先頭、外から1頭、10番ジムプライス、そのうち1番オーアストバイオ、11番フライドキム、それからカタノプリンセス、7番シアトラスが、これを追う展開になりました。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。その外12番ベラージオ、それからイブロン、そしてその後ろからワイルドワンダー、内を通って5番クワイエットデイ、それからもう1頭ラッキーブレイク、サンライズバッカス。もう一度整理しておきましょう。
5番手といったあたり、さあ先頭はオーガストバイオがアンバシンリード、パタロプリンセスが差を詰めてきた。外からはパタロプリンセス、先頭安藤とオーガストバイオ、パタロプリンセスが差を詰めてくる。先頭は1番オーガストバイオ、パタロプリンセスが先頭に変わった。パタロプリンセス1着、1番人気に見事応えました。レースを終えた馬が戻ってきました。適正な馬体重ですね。何かご用でしょうか。今週はレースがあります。気合い十分ですね。いい感じですね。何かご用でしょうか。一番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。
さあ、12頭の下点が完了しました。体制完了。さあ飛び出した12頭。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。スルーレートが先手を取ります。ラブランファーマ、それからスターリーヘブン、カタノプリンセスはこの辺り。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。その後ろでやりましょうか。12番ロフティーエイム、そして内からはアズマサンダース、4番コスモマーベルス、その後ろ3馬身くらいあって1番オーザングラマー。12頭第2コーナー右にカーブを取ります。その外からは11番ライラプス、2番テンイムホー、その外フィヨルドクルーズ、そしてしんがりからレプレドールという展開です。先頭の方はどうなっているか。8番スルーレートが先頭です。まもなく第3コーナー、その内からは3番スターリーヘブン、ラブランファーマ下がって3番手、そしてその後ろからロフティーエイム、そのうち6番アズマソンダース、コスモマーベラスがかわしていきました。9番カタノプリンセス、やや後方といった位置取りであります。ちょっと離されましてフォーザングラマー。大歓声が上がる福島競馬場、大歓声が上がる福島競馬場、大歓声に迎えられてカタノプリンセス先頭、先頭竹豊とカタノプリンセス、さあ抜けました。カタノプリンセス先頭は9番カタノプリンセス、1着カタノプリンセス。レースを終えた馬が戻ってきました。
馬体に余裕がありますね。いい感じですね。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。ただいまより投票受付を開始します。名物のハンデ戦、軽量馬が波乱を呼ぶか、ハンデ頭が力を示すか注目です。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは。先手を取ってブルートルネード、そのうちにストーミーカフェ、9番東証ナイト、タガノデンジャラス、そして1番人気のカタノプリンセス。なかなかいい感じ。外を通りましてマヤドライジン、まもなく第一コーナーに差し掛かります。ヘアシェイディーが上がってまいりました。その外にエリモハリアー、そしてその後ろから11番セフティーエンペラ、それから12番シェイクマイハート、雪のサンロイヤル。ちょっと離されまして待ちかね目にも見よ。前でありますが前、ブルートルネードがレースを引っ張るようになりました。そしてここから262メートルの短い直線、大歓声に迎えられてパタノプリンセス先頭は3番パタノプリンセス。エアシェイディが差を詰めてくる。パタノプリンセス先頭、パタノプリンセス1着、1番人気に見事応えました。3番、2着、2番、3番。
1番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。